1200年当時の清量の支配領域。この項目では、1218年に行われた、モンゴル帝国による清量の征服について記述する。モンゴルの征服が始まる前、清量は、隣国ホラズムシャー長との交渉と、内満部族の王子、クチュルクの散脱によって衰退していた。クチュルクが、モンゴル帝国に従属を誓っていた、カルルクの都市アルマリクを攻撃した後、 聖猟は、モンゴルの攻撃の目標にされる。1218年に、チンギスカンは、将軍ジェベに、クチュルクの追悼を命じ、ジェベは、聖猟の首都、ベラサ軍で3万の聖猟軍を撃破する。ベラサ軍での戦闘の後、クチュルクの統治に不満を抱く人間が反乱を起こし、1218年に、クチルクは、逃亡先のアフガニスタンで猟師に殺害された。 西涼の征服を達成して間もなく、1219年に、モンゴル帝国は国境を接するホラズムシャー,アーサへの攻撃を開始する。1204年に、チンギスカンが内マン部族を征服した後、1208年に内マンの族長タヤンカ艦の子であるクチュルクは西涼に亡命する。西涼の皇帝ヤリズジカロイニシエはクチュルクを攻撃し、 クチュルクは将軍の地位とヤリツジカロイニシエの娘を与えられた。当時の清領はホラズムシャー長と争っており、1210年にクチュルクは内満の武士を集め、ホラズムシャー長と同盟を結んでヤリツジカロイニシエに反乱を起こす。清領軍の一部はサマルカンドを支配する西カラハンアサの反乱の鎮圧に当たっていたが、ヤリツジカロイニシエに呼び戻され、 退却しなければならなかった。クチュルクは、ウーズガンドに置かれていた、清涼の宝物庫を襲撃するが、やりつじカロイにシエが率いていた、少数の軍隊に敗北する。一方、コラズム社長のスルターン・アラウッディ・ムハンマドは、西からハン・アサの軍と共に、清涼の領土に進軍する。ムハンマドは、タラス近郊で、清涼軍を破り、マーワラ・アンナフル地方の支配権を掌握する。 一度はクチュルクを破ったヤリツジカロイニシエは1211年に狩猟中にクチュルクの待ち伏せにあって捕らえられる。ヤリツジカロイニシエは名目上の君主として定位についていたが実権はクチュルクが握っていた。1213年にヤリツジカロイニシエが没した後クチュルクは清涼の直接支配に乗り出す。クチュルクには 清涼の定位を散脱する意図があったと考えられており、多くの歴史家は、やりつじかロイニシへの死を、清涼の滅亡とみなしている。清涼の喫ン人は、多数を占める非征服者の信仰に寛大であり、領民から支持を得て、勢力を拡大した。クチュルクは、もともとはネストリウス派キリスト教を信仰していたが、清涼に亡命した後に仏教徒に改修し、 清量の人口の多数を占めるイスラム教徒の迫害を開始した。清量での地位を確立した駆ル力はモンゴルに対抗するべく天山ウイグル王国への進出を開始し、メルキト部族、キルギス人、トゥメト部族から兵力の提供を受けようと試みる。服従を拒むカシュガルに対しては2から3年にわたる略奪を行い、ホータンと同様に力族で支配を受け入れさせた。 クチュルクはモンゴルに侵入を誓うカルルクの指導者、オザルを殺害し、オザルが治めるアルマリクを包囲するが、アルマリクはチンギスカンに援軍を求める。チンギスカンはホラズムシャー長に、清領への非協力を要請した後、1218年に将軍ジェベが率いる2万の軍隊を清領に派遣した。ジェベはアルマリクを包囲から解放した後、ベラサ軍の包囲に向かった。 ベラサ軍においてジェベは3万の清涼軍を破り、破れたクチュルクはカシュガルに逃亡する。カシュガルに侵軍したジェベは信仰の自由を約束し、これを知ったカシュガルの住民は市内のクチュルクの兵士を殺害した。ジェベはなおも逃走するクチュルクを追ってパミール山脈を越えバダフシャン地方に侵入する。イルハン朝の歴史家アラーウッディンアターマリクジュバイニーは クチュルクの最後について、現地の漁師たちに捕らえられて、モンゴル軍に引き渡され、直ちに斬首されたと伝えている。モンゴル軍は、クチュルクの首を掲げて支配下に置かれていた都市を訪れ、それぞれの都市で歓迎された。ジェベは、チンギスカンと敵対していた時期に、彼の乗馬を射殺した過去があり、遠征を終えた後に、かつて射殺した馬と同じ特徴を持つ者を戦闘。 チンギスカンに献上したと伝えられている。クチュルクの死後、モンゴルはカシュガル、ヤルカンド、バルハシコ周辺に住むカンクリ部族を支配下に収める。清量の王族バラクハージブはイラン東部のケルマーンで独立した政権を立てて、モンゴルの支配下で存続するが、イルハン朝のオルジェイトの知性に、ケルマーンからヒタイアーサは消滅する。勢量の征服によってモンゴルはホラズムシャと、 直接接する中央アジアにおける共闘法を得る。モンゴルとホラズムシャー朝の関係は急速に悪化し、ホラズムシャー朝への遠征が実施される。ありがとうございます。